包丁の切れ味に問題はないな。シチュー用の深鍋も厚手のもので煮込みには向いている。材料も多少無理を言ったが、質の良いものが揃っている。まずは鶏肉を仕込み、焼き色よく炒める。野菜は適切な下ごしらえの後、肉と共に煮る。バターと小麦粉を練ったブールマニエでとろみをつけたら、生クリームを入れてかき混ぜながら仕上げる。恋人たちの身も心もとろけさせるホワイトシチューの出来上がりだ。我ながら完璧なイメージだな。俺好みに仕上げるならば、最後に練乳をたっぷりと加えるところだが、今回は番組の収録、非常に残念だが、審査員の思考も重視せねばならん。ふっ、それもすでに過去のデータから調査済みだ。最適解であるこのレシピで、スタジオにいる者を全員歓喜に酔わせてやるとしよう。料理する姿をお嬢様にご覧いただくことはこれまであまりなかったでしょうか。少々珍しい機会ですので、私も気持ちを引き締めてまいりました。ですがお嬢様の執事に不可能はございません。召し上がっていただくからには至高の一品を、胸に迫るのはその思いばかりでございます。ほら、シチューが程よく煮えてまいりましたよ。そろそろ味見の時間のようです。ああ、これは絶品ですね。安心いたしました。煮込んだ甲斐あって、具材本来の甘みがしっかり溶け出しています。手前味噌ながら、満足のいく出来栄えと言って差し支えないでしょう。では、もう少しだけお待ちくださいませ。さらに美味しくお召し上がりいただけるよう、気持ちを込めた盛り付けでお持ちいたします。